肖像画家だった私の父は、当時の芸術家たちが皆そうだったように日本の版画が好きで、いくらかコレクションを持っていました。確か私が6歳の時、父は初めてそのうちの1枚を私にくれました。私はたちまち日本の版画に魅せられてしまったのですが、それからというもの、学校の成績が良いと父が褒美に版画を1枚コレクションの紙バサミから抜き出して私にくれるようになったのです。レヴィ・シュトー先生はフランスへ長い伝統を持つ学士院アカデミー・フランセーの会員であり、その会合に週一度お出かけになります。セーヌ川のほとりにあるアカデミー・フランセーズ、そこでの会議の帰り道、先生がよく立ち寄る小さなお店があります。浮世絵の作者では誰がお好きですか？私はとりわけまだ様式の完成されていない初期の作者が好きです。関門の頃のものとか、少し後の海月堂の作者や岸川諸信などですが、それらは美術館で鑑賞するしかない作品です。それとは別に、私は国吉の芸術が好きですし、また強い関心を持っています。国吉はしばしばデカダンスと言われますが、私には驚くべき創意とある種の激しさが現れているように思えるのです。かねてから私が心を惹かれているのは1830年代頃の国吉の初期の作品で、水湖伝の日本語訳に基づいた一連の絵です。馬琴の訳ですね。これは大変美しいというだけでなく、人類学的に見ても極めて興味深いものです。というのも、ここには19世紀の日本人がかなり古い時代の中国について思い描くことのできたイメージ、つまり当時の日本人にとっての中国というものがよく現れているように思えるからです。こちらのものは別の種類の版画です。ナマズ絵ですね。これは民衆芸術とも言うべきものです。ナマズ絵は1855年の安政の大地震の時に古い神話がよみがえって生まれたものです。中には今の日本人にはショッキングに思えるかもしれないものも含まれています。例えばこれは人々から富を切り出すように強いられている金持ちの姿です。地震というのはつまり世直し、世界の改まりであり、この時には貧しい恵まれない者たちが金持ちの富を自分のものにする
することができたのです。この象徴の在り方は地域的に限られた奇妙なものに思われるかもしれませんが、大変興味深いことに西洋の中世にも見出されるものなのです。12世紀には新しいローマ法王が選ばれると、これは一種の世直しに他ならないのですが、新しい法王は教会前の広場にある穴開きの椅子と呼ばれる便座のようなものに座って富を分け与えます。その間人々は貧しき者は富める者の地位にまで高められるであろうという旧約聖書の一節を唱えるのです。これはナマズ絵に表された象徴と全く同じものです。こうした事実は全く異なった背景で現れる人間の精神の何か基本的なものについて考えるように私たちに促してはいないでしょうか。日本では地震の原因はナマズとされていますが、アメリカの少なくとも一部の地域ではカサゴ科の魚が原因とされています。ところが日本ではカサゴ科の魚はオコゼで代表されるのですが、これは山の神への供え物とされています。当然のことながら山と地震にはある結びつきがあり、日本ではナマズのせいにされることがアメリカではオコゼに着せられるわけです。またアメリカではナマズは病気の原因とされていますが、日本でも私の理解が正しければ漢字の表記は違いますが、ナマズという言葉は魚の名前でもあり皮膚の病気の名でもありますね。その上この病気はナマズが原因で、しかもナマズによって治すことができるとされています。ですからこれらのことは大変興味深い分野で、とりわけアメリカを研究する者の関心を引くものです。先生の日本への愛着は子どもの頃からずっと続いていたものなんでしょうか、それとも後になって新たに人類学的興味が湧いたのでしょうか。興味がずっと続いていたとは言えません。ブラジルにいた時期はアメリカのことに心を奪われていましたから、日本のことはあまり考えませんでした。しかし第二次大戦中、アメリカ合衆国にいた頃には関心はよみがえっていて、博物館に行ったりしていました。とはいえ自分がいつか日本に行くだろうということは考えたこともありませんでしたし、そもそも日本に行くことなど思いつきもしませんでした。幸運にも1977年に日本のある団体が私を招待してくださったのですが、私はその時初めて子どもの時以来断続的に思いを寄せてきた日本に行ってみようと思ったのです。でもその時に招待を受ける以前から日本への人類学的な関心は持っておられたんですね。もちろんです。しかしこの招待とその後何回かの日本旅行がなければ、これほど関心を持つことはなかったでしょう。ブラジルのナンビクワラ族やカデュベオ族と私たち日本人は遠い共通の祖先を持っています。アメリカのインディオについて研究を重ねてきた先生は
新世界、つまりアメリカ大陸と日本との地理的、文化的な連続性、あるいは不連続性をどのように感じていらっしゃいますか。私たち人類は皆共通の祖先から始まっているのですよ。ただ太平洋を囲むアメリカ大陸とアジアの沿岸部のつながりはもちろんそこまで古くは遡らないでしょう。私たちが日本を見るとき、身体的な形質ばかりでなく、民間伝承や神話の中にも響き合う小玉のようなものを感じるのは確かです。ただ注意しなければならないのは、そうしたことはアメリカと日本の間だけではないということです。実はもう一つの極があるのです。アメリカにおいて日本を、日本においてアメリカの何かを見出すとき、東南アジアの島々、とりわけセレベス島のあたりにも日本とアメリカに共通するものが見出されるのです。つまり文化の三角形を成しているのですね。いずれにせよ、せいぜい2万年ないし1万5000年前には日本はアジア大陸の一部を成しており、また東南アジアの島々もアジア大陸とつながっていたということを忘れてはならないでしょう。したがって何千年にもわたってここでは人間の移動や情報の交換があり、共通の文化の財産が形成されたのです。そして私たちはアメリカと東南アジアの島々と日本にその断片を見出すのです。1977年に初めて日本にいらっしゃった時の第一印象はどのようなものでしたか。第一印象はその後の日本への旅行や日本の研究によって変わりましたでしょうか。昨日あなたはブラジルについて同じ質問をされましたね。そして私は、新世界に近づく時、人はまず自然によって印象づけられると述べました。ところが日本について私が最初に最も強く印象づけられたのは人間でした。そこにはそれなりの意味があると思われます。というのもアメリカ大陸は人は少ないのですが、自然の資源は豊かであり、逆に日本は自然の資源は乏しいのですが、人的資源は豊かであるからです。そして日本の人々を目の当たりにしたとき感じられることは、異質な人類という意味ではありませんが、旧世界、つまりユーラシア大陸の人々とは違ったものを持つ人類がそこにいるということです。つまり我々旧世界の人間のように、革命とか戦争とかに疲れ消耗しきった人類ではなく、いつでも人のために役立つ用意があり、社会的地位の遺憾を問わず社会全体にとって必要な役割を果たそうという控えめな気持ちを持ち、しかも構えることのない人類がそこにいるということなのです。まさにこうした精神的側面を強調した神学の思想家、確か石田梅岩だったと思いますが、18世紀の哲学者がいましたね。こうしたことは私にとってはフランス語で oui、 日本語ではいという時の言い方の違いによって象徴されているように思われます。私の印象は全くの見当違いかもしれませんが、はいには oui にはない多くのものが含まれているように思われるのです。ウィというのは単なる受動的な合意を意味するだけですが、ハイには話し相手に働きかける姿勢といったものがこもっていないでしょうか。私が日本の魂と呼ぶこうしたものこそが、私にとって最も印象深く私を引きつけるものとなったのです。もちろんこのこと以外にもさまざまなことがありますが、例えば日本の過去の美術と歴史を目の当たりに